金氏勲章は、かつて制定されていた、日本の勲章の一つ。日本唯一の武人勲章とされ、武功のあった陸海軍の軍人及び軍属に与えられた、金子章ともいう。勲章名の、金氏は、日本神話において、神武統制の際に、神武天皇の弓の言うはずに止まった黄金色の飛びが、光り輝き、長洲根彦の軍病の目をくらませたという伝説に、基づく。 陸軍の清掃に、後一級禁止勲章の正明と副章を着用した、大正天皇後一級禁止勲章を廃用した、海軍大将当時の片岡七郎。片岡は、召喚時代の日露戦争時の選考で、後一級を受章した。このほか左官時代に日清戦争時の選考で後四級を受章している、高二級禁止勲章及び、高五級禁止勲章を、 兵廃する陸軍中将当時の牛島光。牛島は、遺憾時代のシベリア出兵時に、高5級を、召喚時代の日中戦争時の戦行で、高2級を受賞した、金子勲章は、1890年の紀元説に、明治天皇が発した、金子勲章創設の招職によって創設され、同日に、金子勲章の等級正式及び、廃用式によってその正式等が定められた。 武功抜群なる者を、高一級から高七級まで七等級の高級に除した上で、勲章を授与した。陳を門んミみ,みるに、神武天皇工業を開校し継承して陳に及び、ヘリーマヤ経過に当局期限を算、スレ派2550年に立ちせり陳子の木に、最終天皇官邸の故事に印し禁止勲章を、創設し将来武功抜群の者に授与し、 英九天皇の脅し列を光に絞って、その中流を奨励戦突南自州所この胸を、から出せよ。1890年2月11日、禁止勲章創設の招直禁止勲章の廃用式は、勲章廃用式ではなく、禁止勲章の等級正式及び廃用式にて定められた。日清戦争開戦後の1894年9月29日には、 金子勲章年金令が制定されて、高級に養子就寝年金を賜ることとなった。10月3日交付。金子勲章の初の授与者は、日清戦争中に参謀総長として、広島大本営に至るも、1895年1月15日に、皇居した陸軍大将の有栖ス川の宮タルヒト親王である。タルヒト親王は、 翌16日に大勲位菊花賞継職と合わせて、高二級禁止勲章を受章した。生存者授与としては、1895年8月5日に、高二級禁止勲章を大勲位菊花賞継職と合わせて受章した、陸軍大将当時の正末宮秋人新郎が、初となる。高一級禁止勲章の初授与は、日清戦争ではなく日露戦争からであり、 1906年4月1日に山形有友ら17名の陸海軍大将が受賞している。昭和16年直令第726号禁止勲章兵廃に関する件により、禁止勲章は当時の日本の勲章の中で唯一先に授与された高級の低いものと後に授与された高級の高い同じ勲章の兵廃が許されていた。 禁止勲章を、有する者さらに同級の禁止勲章を賜物、ハリ張りたる時派のを併廃すべしに禁止勲章を、有する者さらに上級の禁止勲章を賜物、ハリ張りたる時派前に賜物ハリ張りたる禁止勲章を併廃、することを独その後、同種の上級勲章を受けた者は、前に授与された勲章を変換する旨を定めた。 勲章官能の剣は昭和48年10月1日政令287号勲章官能の剣を廃止する政令により廃止されている。宮中赤字において高級は同じ数字の勲等よりも上位にあったためその運用中は最も上位に廃用するものとされていた。1945年の太平洋戦争の敗戦により 禁止勲章に関する事務を所管していた陸軍章、海軍章は廃止されて、それぞれ第一副院章、第二副院章が事務を引き継ぎ、翌1946年には生存者に対する叙勲が一時停止された。1947年5月3日には日本国憲法が施行され、同日施行された内閣官制の廃止等に関する政令一条により、禁止勲章、 のぶし条例、金氏勲章の等級正式及び、廃用式などが廃止されたため、金氏勲章は廃止された。月岡義都氏、第二本命将官により、神武天皇。神武天皇の弓の先に止まった金子が光を放ち、長杉彦軍の兵の目をくらませている。金氏勲章は、神武天皇が統制に際して、長杉彦の軍と交戦中、金色に輝く霊子が、 天皇の弓に止まり、長須根彦の軍勢がその光に目がくらんで降参したという逸話に基づいている。極光の上に金色の霊子を配し、下に大神宮の盾、矛、剣を配したものである。高級により、尻尾の有無、金と金の範囲の違いなどがあるが、ほとんどの等級で、衣装は同一。裏面の装飾はない。高二級の正明のみ、斜めの極光部分に、 黄色の尻尾が用いられている。樹は、アサギ色と呼ばれる、鮮やかな緑色をオリジに、白の総線が配されている。高4級に関しては、1937年10月には、類似する高5級との区別を明確にするため、昭和12年直例第577号、明治23年直例第11号禁止勲章の、等級正式配用式中を改正数により、 君四島曲実章及び、随法章と同様に、採下を小樹に付すよう改正されている。同時に、当分の内は、従前の樹をもって廃用することも許されている。後五級禁止勲章を廃用した、陸軍騎兵隊当時の武田軍皇宮王。皇宮王は、日露戦争時の先行で、後五級を受章した前級の禁止勲章。略は、大正年以前の正式であり、 高4級の授も最下が付されない旧式のものである。高1級、内し2級禁止勲章には副章が付く。高1級の副章は、高2級と高2級は、高3級禁止勲章と同じものである。禁止勲章に付随して、除せられた軍人の功績を示す等級。異界勲等と並び、高級と表示した。各級は、正式には、 高一級禁止勲章のように東急禁止勲章の形で呼ばれる。また高級に合わせて年金が可視された。年金は時代変化とインフレ率に従い、禁止勲章が廃止になる1945年頃まで徐々に金額は上昇していった。対外戦争が本格化し始めた1894年に定められた禁止勲章、のぶたもの規定により、 金主勲章、のぶものの事務手続きや、武功の評価基準が与えられた。海軍大臣、西郷嗣道の1895年の通知によれば、武功の評価には、主勲、勲功、伊沢郎、功労の4段階が設けられた。向かって、右胸の左先頭に、交互級金主勲章を汎用した、元水海軍大将当時の長野治。長野は、 海軍の連合艦隊司令長官、海軍大臣、軍令部総長の三権職全てを経験した、元水海軍大将であるが、禁止勲章は最後まで遺憾時代の日露戦争時の、先行で受章した、交5級のみであった遺憾や極実章、追放章などのその他の勲章は、士官して管理となれば、勤続年数などの一定の条件で大抵誰でも受勲することができ、 また管理ではない兵や民間人でも対象となったが、禁止勲章は陸海軍の軍人軍属のみでかつ総王の選考がなくては授与されず、対象や皇族軍人といえども総王の武功がなければ授与されなかった。ただし、軍隊の指揮官だけでなく、陸軍大臣、海軍大臣や参謀総長、軍令部総長といった官賀の長としての功績も武功に含まれたため、 寺内正武や与内光政のように前線に出ずに、高一級を受けた例もある。受賞者には、高一級で900円、高七級で65円の年金が支給された。昭和初期当時の二等兵の月給は8円80銭で、あり、かなりの高額であった。この年金は、終身年金であったが、日中戦争開戦後は、受賞者が急増し国庫の大きな負担になったため、 1940年に一時金制に変更になり国債の形で支給された。しかし、後の太平洋戦争の敗戦によりその国債は一円の価値もないものになった。また、生存者への需要は1940年を最後に戦争激化のため一時停止され、以後は先行を挙げた戦死者に与えられるのみとなった。このため、前線部隊では軍行抜群なものに対しては、 禁止勲章の確約として、個人勘定、軍刀といった記念品などを与えたり、陸軍では太平洋戦争後期に陸軍武後期章を制定するなどして対処していた。太平洋戦争敗戦後、一旦停止されていた生存者除勲制度が1963年に再開され、他の勲章の除勲は再開されたが禁止勲章は、 廃止され、公の場での汎用も禁止されていた。そのため、禁止勲章除勲者たちは、名誉と年金の復活を求めて、禁止連盟を作り、運動を始めた。1985年には、旧勲章名誉回復に関する懇談会という、国会議員の集まりが作られ、当時の中曽根康弘内閣総理大臣も、同様の要請をしている。 助勲者の高齢化等により活動は下火になったが、廃用は翌1986年に認められた。高一級禁止勲章受賞者は計42人である。また、大将が大半であるが中将にも5人送られている。陸海軍少将,将に対して高一級授与の前例がなかったが、山口多門、有馬正文の両少将,将は特使を持って授与された。表記中の 各階級、尺位は最高位のもの。陸軍軍人、編集陸軍清掃に、高一級を配用した、山形有友陸軍清掃の向かって、右胸端、君一等局実等課題受賞に並列して、高一級を配用した、河村景明日露戦争の子、編集第一次世界大戦の子、編集満州事変の子、編集品事変の子、編集大東亜戦争の子、 編集海軍軍人、編集海軍戦争に、後一級を配用した山本権兵衛。この他、山本は、左官時代に、日清戦争の戦功で後四級を受賞している、海軍戦争に、後一級を配用した、伊集院五郎。この他、伊集院は、左官時代に、日清戦争の戦功で後四級を受賞している、日露戦争の後編集しなじ編の後 編集応答は戦争の子、編集。ありがとうございます。